つまり私たちアドラ寮生がこの事態を阻止しなければいけないということです。レモンちゃんは他のキャラクター以上にマッシュ君へのこう愛情を強く抱えている女の子なので、喜怒哀楽の全部がマッシュ君を基準に動いているっていうイメージで、マッシュ君と私っていうその2人の関係性を軸にしてニュアンスが込められていくっていう、そこを一番意識して、なるべく人の話を聞かないようにアフレコの時は頑張っていました。コミカルなシーンでクスッと笑ったかと思いきや、そのほぐれた心の状態でこうマッシュ君が次々にいろんなキャラクターの居場所を作ってあげるっていう展開が、読者的にもその共感できる部分とか一緒に救われる部分っていうのがあって、それがアニメ化っていうところで、今回お芝居、声、あとは音楽、そういったものが入ってきて、人の心の動きとかそういったものがより、近く、そうですね、感じてもらえるんじゃないかなっていう、そこがすごく魅力にアニメの方もなっていくんじゃないかなと思いつつ、やっぱコミカルなシーンは高いセンスの持ち主が揃いに揃った現場なので、アフレコ中も面白くて、その笑いっていうのは届くんじゃないかなって思ってたりします。というわけですので、マッシュ君頑張ってください。